日本生命セ・パ交流戦、オリックス4、0阪神、12日、京セラドーム大阪。阪神は西武に3立を食らわせた後、オリックスに連敗を喫した。今季2度目の連続完封負けだった。動画、最後の打者佐藤輝明は力なく一塁へ、岡田監督うつむきながら引き上げ。中西清輝、日刊スポーツ評論家、阪神は打線が低調なところに、 オリックスの好調な先発ピッチャーに当たった感じだ。カード初戦のソヤに続いて、エスピノーザにも抑えられた。ツーシームの握りで投げるボールは全部動いていたし、スライダー、カーブなど変化球にもキレがあった。球身のストライクゾーンが広い判定も投手有利に働いたが、それはお互い様で言い訳はできない。結局は得点力の低さに行き着くが、 それでも2試合連続の0点はいただけない。関西ダービーの勝敗を分けているのは、1球で仕留めることができるオリックス、と1球で仕留めることができない阪神、の差にある。阪神はベネズエラ出身のミニューースピノーザに6回1死から木並みが中前打を放つまで無安打だった。唯一の見せ場は4点ビハインドの7回2し満塁。7番に下がった佐藤テルが、1、2からの4球目。 サワント山のボールになるスライダーに空振り三振だった。中西あの打席の佐藤輝が打てない阪神を象徴している。1ボールから2球目のストレートを打ちに行ったが、高く上がった打球は天井を直撃するファウルになった。あの1球を打ち返さないといけない。続く高めのストレートは空振りで前に飛ばず、次のスライダーをまんまと振らされた。 逆に阪神先発の大竹から打点を挙げたオリックス紅ク林、修羅は甘い球を一球で仕留めていた。これで阪神の交流戦は4勝9敗。片やオリックスは7連勝で上昇ムードだ。中西阪神はオリックスとのカード3戦目を絶対に取って、ソフトバンクに勝ち越して、この6連戦を3勝3敗で収めたいところだ。取材構成寺尾博和。